田中、朝のスタイリングということでルーティーンのやつですね、いつものルーティーンです。なるほど。はい、ちょっとやっていこうかなっていうふうに思います。スタイル的にはちょっと僕七三になるんですけど、バーバースタイルみたいな感じでちょっとスタイリングしていこうかなっていうふうにやっていきます。このイエスレイジウェイ、なんて言いました。今のヒカキンっぽく言ったんちゃうの。いや、そこはそうなんですけど、商品名が何なんだろう。全然わかんない。よし、レイジウェイ。はい、どうもー。はい、どうもー。ルーサーさんでございます。ございます。今日の企画、あ、これ言いたくなかったよな。何でですか。ハードテイ恒例のやつですよ。今日の企画はということで、はい、ちょっとね、今日今帽子かぶってるんですけど、田中朝のスタイリングということでルーティーンのやつですね、いつものルーティーンです。なるほど。はい、ちょっとやっていこうかなっていうふうに思います。思いますよ。でも今どんなんか全然わかんないですよ。確かに。はい、じゃあちょっと一旦ね、癖直していきましょう。まあ、はい、結構ね、ショートスタイルの人もこの世の中たくさんいると思うんで、そういう人にね、分かりやすいように伝授していただこうかなと思います。思います。ということでね、ちょっと癖直してきたんですけれども、スタイル的にはちょっと僕七三になるんですけど、バーバースタイルみたいな感じでちょっとスタイリングしていこうかなっていう風にやっていきます。だいたいまず8割ぐらい乾かします。だいたいまあいつも一緒やね、ここで。これ1個ポイントなんか、ドライヤーのこの口がついてる方がやりやすいと思います。多分ね、こうしっかりビチッと分けたいんで、その時にね、やっぱそこに熱をグッと与えないとダメなんですけど、ノズルが丸いとそこにこうピンポイントで熱を入れにくかったりするんで、口があるやつの方がいいと思います。なるほど。はい、分ける時なんですけど、こうしっかり指で大丈夫なんで、分け目グッて作って、ここ固定したままドライヤー入れてちょっと待つっていう風にして、しっかり分け目つけてあげたら、しっかり分かれてくれるんで、そんな感じでいきましょう。かしこまりました。ドライヤーはそれを根元に当ててるんですか。これ根元です。なんで根元なんですか。根元の矯正してあげるとスタイルが崩れにくく、かっこよくします。決まります。で、結構この辺とかも貼りやすい人いるんで、いろんな動画で言ってるんですけど、押さえてドライヤー入れて、で冷ましてちょっと寝かすっていう感じでやっていきましょう。でね、1個ポイントがあるんが、みんなマッシュとかってここに多分ボリューム出すと思うんですよ、トップに。普通のこうマッシュ系のスタイルとかと違って、こういうバーバースタイルとかってここめっちゃ寝かしてください。ここ寝かします。代わりに前にボリューム出すんですよ。前にはい、じゃあちょっとドライヤー終わって、こんな感じでございます。こうしっかり分けて、ドライヤーの時点で分けちゃうんですね。そうです、もうこういうスタイル、ほんまドライヤーが一番大事なんで。フェードふざはい、っていう感じで、もっとここ押さえてトップ潰して、フロントにボリューム出すっていう、こういう感じでございます。よくやりたい、これ。で、こっから使うスタイリング剤なんですけど、このなんて言いました。今のヒカキンっぽく言ったんちゃうの。いや、そこはそうなんですけど、商品名が何なのか全然わからない。SH グリースです。はい、これ使ってやっていきます。なんか、まあ何でもいいんですけど、家にあるようなこういうコームとかがあると結構簡単にやりやすくなるんで、ちょっとこういうのも用意してもらえると。で、グリースこれぐらいです。この時に結構ポイントなんが、グリースだけでやるときはちょっとだけ濡らしてください。取ったグリースと反対の手を濡らして、で手のひらに伸ばしてあげる。そうやったら結構グリース自体も馴染みやすくなってくれたりとか、扱いやすくなってくれるんで、グリース硬いんで手のここに結構溜まりやすくなるんで、で、ここちょっとしっかり、そうなんですよ。ワックスは油性やから水混ぜたら絶対あかんねんけど、グリースとかジェルとかは水性やから水と混ぜても問題ない。なるほどはい、ではつけていきます。で、僕は前からつけます。ちょっとこう七三の3の部分にちょっと重点的に始めつけて、しっかり根元から毛先まで。で、まず七三の七の部分つけてから、三の部分こっちになんかどっぷりつけるんじゃなくて軽くつける感じ。この刈り上げの短い部分にも結構つけといてあげた方がいいかなっていう。そうそうそう。で、しっかりさっき言ったらここ潰してください。
僕とか日本人の髪質で多いのがやっぱ結構前に生えてるんで、真横とかにやると変にボリュームとか出ちゃったりするんで、ちょっとだけ前にやってる方が収まりはいいです。全体につけてたら、ここで出ました、コームです。で、ここをちょっと分け目の部分しっかりと、で、前髪は最後です。このトップの部分の毛流れ作って、で、最後に前髪こうクッと持ち上げます。クッと押さえて、手で押さえる、クッ押さえてじゃないの、上げてもらえる、上げて手で押さえる、毛先だけ、毛先だけこう入れ込んであげるって感じ。で、この辺がね、なんかピョンピョンピョンってなってるんで、最後ここだけちょっとなじませてあげると。で、後ろとかはこういうスタイルそんなにボリュームいらないんで、だいたいカットとかで丸みを作ってることが多いんで、横が真下に落ちてる時とかはもう後ろも真下に下ろしてもらったら大丈夫です、フォームで。で、逆に横がもうちょっと長さあって後ろに流してる方とかは真ん中に寄せる方が渋い感じになってくれます。最後前髪もうちょっと幅欲しいなみたいな時とかはコームの、コーム立ててちょっと先っちょでこうピッとやってあげると気持ち、幅が出てくれたりとか。こういうスタイルとかはまずそもそもが最近流行ってるマッシュ系のスタイルであったりとか、アップバング系のスタイルとかっていうのと、そもそもこうシルエット自体が全然違うんで、多分初めてやる方とかはなんかうまいこといかへんみたいなのあると思うんですよ。ある。多分一番違うのは多分シルエットやと思うんで、前に重さを置いたりとかトップ潰したりとか、普通の人トップ潰すのって結構怖いと思うんですよ、下手なくなるし。だけど一回ねやってみてください、トップ潰して前髪上げる、結構変わると思うんで、前髪にボリュームを、まあこれで終わってもいいんですけど、まあちょっと上からね SH ジェルですね、スーパーハードジェル、これちょっと開けつけます。ちょっとこれちょっとあの表面だけねかすってあげてください。これねちょっとだけかすっといてあげると表面が固まってくれるんで、ツヤ感のキープと、なんかセット力が保ちながら、ね、そう、これ結構集中する時間かなここ一番大事だから。なるほど。かっこいいやん。うということで、はい、こんな感じでちょっとバーバースタイルとかは作っていってる感じでございます。やったことない方とかも一回ね、やっぱり男なら試してみてほしいスタイルでもあると思うんで、やり方分からへん方とかもいはると思うんですけど、まあそういう方とかはコメント欄とかに残してもらえたりとか、まあインスタが一番返信しやすいかな、 DM で YouTube 見たんですけどできないんですけどって言ってもらえたら全然いろいろお答えするんでよろしくお願いします。はい、あとあれ前もちょっとご紹介したんですけど、あの9月10月商品の予約をいただいた方は11月12月ちょっとお安くお得に1年間分買うことができるんで、ぜひともこの機会にヘアケアっていうのを始めてみるのもいかがでしょうか。というわけで、本日の動画は以上になります。